なぎもど貴族は、一般に、アガチス、カウリなどと呼ばれる樹木で、17から8種よりなる、常緑樹の、小さなグループである。なぎもど貴族は、非常に大きな幹を特徴としており、この幹が分岐することは稀である。葉木は普通定所の枝が長く、高所へ行くに従って、短くなる円錐形であるが、成熟すると木の頂点が丸みを帯び、 また枝が不規則に分子するようになる。なぎもど貴族の樹皮は平滑で薄灰色をしており、木の成長や樹皮の飛行に伴い、不規則な形の断片として剥落する。葉木の枝は水平方向に伸びるが、成長するに従って上向きの枝が多くなる。低い枝は自然に落ちていき、幹に円形の跡を残す。なぎもど貴族のすべての種は成り木よりも、 葉木の方が大きな葉をつける。葉木の葉の形状は尖ったもの、卵形のもの、非神経ものなど種によって様々である。一方、聖子の葉は楕円型から直線型で、皮のように厚く硬い。葉木の葉は緑色もしくは海緑であるが、季節によってはしばしば尺動色を呈する。尾花は成長した、大きな木にのみ見られる。芽花は、 短い即死に生じる場合が多く、形は、卵型休憩である。いくつかの種の種子は、アゴチフィが属のガの幼虫による食害を受けることがある。また、なぎもどき属の木の樹脂は、分泌量が多く、ダンマル樹脂の原材料になる。ファルジャンエトールでは17種が認められている。ワイポーは森林保護区にあるカウリマツの、巨木手マツアナヘレ。 ニュージーランドで2番目に大きい。最も大きい種ネマフタも、このすぐ近くにある。なぎもど貴族の樹木からは、様々な天然樹脂が取れ、木材と並んで利用されている。幹は、木目がまっすぐでよく揃っており、木材としての品質に優れる。材は安価なギターや、囲碁の五番に用いられる。日本国内においては、南洋カツラや、新カツラの名で知られるが、これらは、 財としての商品名であり、カツラカカツラ族の落葉紅葉樹とは、何の関係ない。AB ヨネクラ、ガジタ、カウリ、マーオリディクショナリー、2018年11月3日、閲覧。ファルジャン、A、アガチス・ボルニンシス、ザ・ユー・シー・エヌ・レッド・リスト・オブ・スレット・ンド・スピーシーズ2013。 et202905a2757743https://doi.org/.10.2305/.iucn.uk.2013-1.rls.t202905a2757743.en.downloadeedon03november t 2018ファルジャン A アガチスダンマラザー U C N レッドリストオブスレッドンドスピーシーズ2013 E 20 T 二十万二千九百六 A 二百七十五万七千八百四十七 H T T P S コロンスラッシュスラッシュドイドット O R G スラッシュ一零二三零五スラッシュ U C N ドット U K ドット二零一三ダッシュ一ドット R L、TS. T S ドット T 二零二九零六 A 二七五七八四七ドット E N ダウンロードッドオンレイさノーベンバー2018ウォーカー編トーマス、P アガチスモーレー、ザ・ユー・ CN レッドリスト・オブ・スレッド・ンド・スピーシーズ2010 et185863a8493742https://doi.org//10.2305/.iucn.uk.2010-3.rls.t185863a8493742.en.downloadedon03november2018 t コーナー渡辺、ファルジャン。A、アガチスロブスタ SSP、ニソフォラ、ザーユ CN レッドリストオブスレッドスピーシーズ2013 ET 35,、ET16435549。 A. 千六百四十三万五千五百六十五。https コロンスラッシュスラッシュドイドット。org スラッシュ一レイドット二三レ五スラッシュ。IUCN。という。K. ドット二レ一三一。rlts。t ps,。一六四三五五四。qa。一六四三五五六五。en。d o wnl。o。a。d。ed。on。レイ三のベンバー。二千十八。03, 英語。英語。日本語。 ありがとうございます。